ようかナミ。島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから。女の子がどこに。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし探しに行くぞ。冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持って。点在する遺跡の塔、その構造と配置。私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだロビンちゃん。出てきたな。俺が。くだえ。
待ってろ、ディアブルジャンブフランバージュシャット。なんで私なのよ。任せて、サンダーチャージ、ウィングアーム。これは気を抜けなそうな相手ね。オチエンタフルールクロトワマーゴ、ショック、いかねえよ。ムートンシャット、セカンド。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。サンダーランステンポ。これは一筋縄ではいかなそうね。トレインタフルール。フリップ。もう少し休ませてくれてもよかったのに。こんなところで倒れてらんないのよ。これは気を抜けなそうな相手ね。オチエンタフルールクロトワマーゴ、私たちの勝ちよ。よっしゃ、悪くないわね。怪物と呼ばれようと。こいつらが麦わらの一味か。なるほど、
噂通り役に立ちそうではあるが、さて。あちな。何だったんだよ、こいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたんだ。なんか出てきたぞ。何が起こってんだよ。次から次へと、一体何だってんだ。ウソップ、危ない。往生際の悪い野郎だ。いらねえ。何を遊んでやがる。なんだ刀が。みんな下がってろ。俺がぶっ飛ばす。ゴムゴムの。あれ、どうやんだ。あんたたち何やってんのよ。おかしいわね。私も能力が使えない。違う、使い方を思い出せない。手強いわね。そこまで。これでどうぞ。下がれ。そいつはお前ら全員を殺すまで。攻撃をやめねえ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえだな。何をしやがった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。何してる。
こっちだ。ついてこい。巨像、あいつは何なの？あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ、腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か？大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあそいつはありがてえけど。信用できないか。俺の名はアディオ。職業は探検家といったところでな。数年前お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し、この島に漂着した。何気に居ついちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ。なあ！お前さっきのやつじゃねえか！あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ。しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできない。船はすべて海のものです。だから偶然漂着できちまうやつがいる。嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌なやつばっかりよ。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるもの。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして、人キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込む。すげえな、お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということはお前の能力は別のものみたいだな。それで、失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて、再び定着させれば。そうか。じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索、俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会った。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいなもんだ。だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているから。
外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険、運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあそれなりに準備をしていけばそこへ。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。ははは、安心しろ、そんなつもりはないさ。さあまずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。遠慮せず上がってこい。さあ飯だ。この肉全部食っていいか？いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな、簡単に耐え。2階は寝床みてえだな。じゃあ行くか。準備はできてるな。
よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら？ワフルド。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだな。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。絶景じゃねえか。島の内側はどうなってたのね。おい、あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲ってきたやつらの仲間か。また襲ってくるかもしれねえ。お前ら気をつけろ。みんな、準備いい？油断が過ぎるわね。でも、悪く思わないでね。いつも通り自由にやるぜ。邪魔だ！バーン！メシそこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。かかってきやがる。俺は負けねえ。邪魔だ。お前たちの相手は俺だ。俺よく覚えとけ。コックに逆らうと痛い目見るってな。力が戻ってきた。ここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜ。あれが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそうだな。さてここだ。今の自分たちの力を試すといい。俺は先に戻ってるぜ。頑張れよ。よし、行こう。
ここは自然に風化した状態ではないわね。この洞窟ごと落とされて崩れたという感じ。それだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは確かだわ。ワッフルドを語る伝説の中に一夜にして現れたというものがあるの。海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃあ遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど、もっと詳しく調べないと。まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもしれないし。待て待て、アディオのやつはああ言ってたけど、本当に安全なんだろうな。見張られてるような気配がするな。あれ、この匂い前にどこかで。洞窟にわざとらしい宝箱なんてできすぎた話で怖くねえか。ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー。ずいぶん古いもののようね。たちから抜けてたキューブじゃねえか。この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。この橋、まさか崩れたりしねえよな。わあ、橋が壊れた。戻る道を探さねえとな。てめえはおとなしくしてろ、マリモ。余計道に迷っちまうだろうが。喧嘩しとる場合か。今は道を探すのが先でしょ。まったく。
んだ？でっけえタヌキだな。タヌキじゃねえだろ。こいつ、俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けど、なんだってこいつら急に。俺たちの縄張りに入った奴らは許さないって言ってるぞ。何よ、ちょっとくらいいいじゃない。ナミ、私たちは橋も崩しているし、ちょっととは言えないわ。そんなこと言ってる場合か。やるぞみんな、こんな奴らに負けてられっか。マナーの悪い野郎だ。俺が一から叩き込んでやるか。その程度だ。覚悟しろよ。痛いじゃねえか。おった。そこをどけ。私たちは進まなくちゃいけない。もう気は抜かねえ。効かねえよ。マナーがなってねえろ。やっべ、さあ、喧嘩だ。ドン。抵抗すると痛い目見るわよ。効かねえな。さあ、喧嘩だ。やっべ、修行にはちょうどいいな。邪魔だ。抵抗すると痛い目見るわよ。行くわよ。これ式で私たちの勢いを止めることなんてできないわ。海の一流コックは技も力が戻ってきてね。悪くないわね。俺が万能薬に。私の成長。モーガンさん、島キロです。あの島マノ、ここ止めろ。だよ、上陸し。島に近づく嵐、ね、黙って闘病監視を。これって飛んでいったキューブじゃない？どうすりゃいいんだ？食えばいいのか？あんまりうまそうじゃねえけどな。あ、なんだ？急に体が軽くなったな。不思議ね。能力の使い方も思い出したわ。
思い出した。さっきはなんでできなかったんだ。伸びるな。今の力を試すにはうってつけだな。ゴムゴムのガソリンだ。あなたたちの相手は私よ、トレインタフルー。もう起きるんじゃねえぞ。よっしゃ、今なら納得のいく蹴りが。力が戻ってきたね。力が戻ってくるのがようやく感覚が。怪物と呼ばれようと、やった。状況は悪いな。相手にとって不足なし。これでおしまいね。さあ、先を急ぎましょう。
いや待て、お前にはあれが見えないのか。気持ち悪い色したコウモリが群がってるじゃねえか。安心して、あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば私は大丈夫よ。大丈夫なわけあるか。まとめて下ろしてやるか。やべ。よし、かかってこい、ゴムゴムのガトリング。切り合いのありそうな相手だ。竜巻。私たちを狙うなんて、ウトレインタフルール。やるな、なめんじゃねえ。修行にはちょうどいいな。どうしたクソコック、もうバテたか。バテてんのはお前じゃねえのか、アホ剣士。調子がいいぞ。クソジジ、俺は力が戻ってくる。みんなの役に立ってみせる。私の成長は止まる。なんだ、どこから現れやがった。
ナミさんを助けに行くときに邪魔したやつか。なんて言ってるんだ、チョッパー。コウモリが怖くて隠れてたって。隠れてた？きゅ。やっぱり消えるんじゃね。あいつ、助けてくれてありがとう。血を切れたが、くそ、まだ腕が鈍ってる。レディーには指一本触れさせねえ。コックに逆らうとどうなるか教えてやる。さあ、喧嘩だ。先に進む。いるのか、こんなところに。レディーには指一本触れさせぬ。その程度だ。やるぞ。ここが正念場だ。邪魔だ。大剣豪になる日まで文句あるか、海賊を。シッ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 、ない。シッシッシッ、調子がいいぞ。クソジジイの蹴りに。ようやく感じ。俺の。あら、入り口に戻ってこられたみたいね。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。